ジュリアン・デュビビエジュリアン・デュビビエはフランスの映画監督、脚本家、俳優である。1896年10月3日、ノール・ケン・リールに生まれる。パリで舞台俳優として活躍していたが、舞台助監督から舞台監督となり、1919年に映画監督としてデビュー。しばらくヒットに恵まれなかったが、1930年代から数々の名作を作り上げた。 彼は古典フランス映画のビッグゴの一人である。他の四人はジャック・フェデー、ジャンル・ノワール、ルネ・クレール、マルセル・カルネである。第二次世界大戦中はアメリカ合衆国に亡命。しかしあまりハリウッドとは水に合わず、戦後再びフランスに戻り作品を撮り続けた。日本では彼の作品が戦前から異常なほど人気があり、 映画史研究家ジョルジュ・サドゥールによれば、この監督は、東洋の一小国だけにおいて、熱烈な観客がいる問いは占めているほどであった。現在では、フランス本国においても正当な評価を受けている。1967年10月30日、パリ市内で自動車を運転中に、心臓発作を起こし混沌し、他の車に衝突し、その弾みで街路樹に激突する事故を起こして死去した。 万七十一歳を打つ。なお、衝突された車には、モーリス・シューマンが乗っていたが、モーリスに怪我はなかった。ありがとうございます。